はいどうも、ハムスターです。本日はですね、こちらゼクシーですよ。よくねテレビの CM とかでも名前聞くことあると思うんですけども、僕自身これ買うのも初めてです。雑誌はねこうコンビニとかでよく見かけることはあるんですけど、買うのは初めてなんですけど、なぜ買ったかと言いますと、ちょっと前にねコメントでゼクシーの付録紹介してほしいというようなコメントをねちらっとございましたので、まあ今回ねゼクシー3月号買ってきましたよ。ただねこれめっちゃ重いんですよ。これ見てこれ、何これ、もう中古車情報とかのね雑誌もこれぐらい太いのあるけど、電話帳かよっていうぐらい分厚くてめっちゃ重いですよ。これほらなんかねいろいろついてるんですけども、ゼクシーのね首都圏版でブライダルフェアブック特別付録、何でしょうね、結婚式のね、式場だったり結婚式のイメージ広がる&選べるイベント満載とか書いてるんで、結婚する人のね、結婚式どうしようかみたいな、そういった、結婚式に向けてねいろいろこう学べるような、そういう本がこのゼクシーなんでしょうけれども、結婚とかね、そういうのじゃないんですよ。今回はこのここにね重たい、めっちゃ重い、これです、これこっちなんですよ。ディズニーのねミッキー&ミニーマルチケース、これがねちょっと見てみたいなということで、よいしょ、できたわけでございます。早速ねこのミッキー&ミニーのこの付録をね開けていきたいと思います。はい、開きますよ、せーの、じゃん。お、思ってたよりなんか大きいな。もうちょっと手帳サイズかなと思ったら意外と大きいですね。なんか細かいものもついてるんで、ちょっと剥がして、まずこれがね、本体ですね。割とね大きいです。こんな感じですね。広げるとこれぐらい。おお。なんかね、こう旅行とか行った時にね、パスポートとか入れたりするのにもいいかもしれない。ここにね、メッシュのポケットが一つと、で、こっちの右側に、カードがね、刺せるようなポケットが3つあります。けど、そんなに深くないね、これ。これマクドナルドのねポイントカードです。カード入れるとこういう感じですね。そんな深くないけど全然ちょうどいい、カード挿すにはちょうどいい。ポケット箱にね3枚挿せるようになっております。
で、こっち側には、まあ、大きめのね、ポケットが一つと。で、この透明のね、ちょっとこの、なんていうんですか、ジップロック的な、ファスナーがついたこの袋、これが3枚あります。で、あ、これをこのね、輪っかもついてたので、おそらくこれがここにね、こういう留めて3枚留めて、ここに差し込むと、パチッと、じゃん、まあ、ここにね、まあ、レシートとか領収書入れたり、まあお金をね、小分けして入れたりするのもいいんじゃないかな。はい、本日はね、ゼクシー3月号首都圏版なんですけども、こちらの付録についてたディズニーのね、このミッキー&ミニーマルチケース、このマルチケースもね、1ヶ月のね、家計管理とかに使うのにもよし、まあ、旅行行くときにね、まあ、海外旅行とかね、行くときにパスポートとかね、そういったものをこうまとめて入れて持っていくっていうのも使えるんじゃないかなと。結構ね、便利なマルチケースがついて500円はなかなかお買い得なんじゃないでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。